はい、始まりました。ダンサートーク、ダンスです。ママダンサー、MC のさやねです。よろしくお願いします。皆さん、今回のソロトークは、オーディション情報です。何このイコーさんみたいな。で、びっくりした。自分で。ディズニーダンサーオーディション2023年のオーディションエントリーが始まっております。去年よりもちょい早みたいな。びっくりしております。去年4月の多分末ぐらいにね、もう始まっとってびっくりしたって感じだったと思うんですけど、もう4月頭ですよ。4月頭からもうね、エントリー始まっておりましたっていうところで、もう情報をね、とにかくお伝えしたいので、始めております。私、さやねと言いまして、2人の子を持つママなんですけれども、ダンスも大好きで続けております。ソロトークの場合は、さやねのね、気になるオーディション情報なんかを発信しております。と締め切り近いものはちょっとショートの方にポンポンポンってあげたりするんですけれども、あとゲストにダンサーの方をお迎えしてですね、まあテーマパークダンサーをね呼んだりしてトークしてる回もあります。あとママダンサーをね呼んだりしてトークしてる回もあります。先輩ママたち、先輩ダンサーたちの意見が一つでも参考になれば幸いだなと思い、このチャンネルを続けておりますので、応援してくれるダンス好きの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン高評価押してくれると嬉しいでございます。ということで、ちょっとね前回みたいに全部二次審査最終審査までちょっと全部喋るっていう動画じゃなくて、今回とにかく締め切りもねございますので、オーディションっていうのはとにかくもう早く皆さんに動画を出したいというところで、短めの動画にはなると思うんですけど、ぜひ見ていってください。もうねコロナ禍で皆さん分かったと思う、一時の書類審査とかダンス動画でもうね合否決められちゃうんですよ。はい、残念なことに生で見るダンスと映像で見るダンスって正直全然違うじゃないですか、クオリティで。天と地ほどの差あるじゃないですか。もう絶対私は生でダンスを見た方が迫力とか空気感とか、その人の魅力だったりパッションがすごい伝わる、ダンスが伝わるのがやっぱ生で見るもの。だから二次審査があってしっかり、直接会ってダンスを見ていただけるっていうのが私の時代はねやっぱあって当たり前だったんですけど、今回やっぱ一次審査にダンス動画をやっぱ送らないといけない、やっぱコロナ禍のね影響も受けて、やっぱり一次審査からダンス動画を映像で出すというところで、映像でわかるかいなとか正直思うんですけど文句みたいになってるけど、映像でもね合否を振り分けられちゃうっていう、ちょっとシビアなねもう世界にもうダンスの世界もなっておりますよ、この業界も。っていうところでやっぱり準備物が多いのよ、一次審査っていうのは。まあ、そのエントリーシートをこう打ち込んでね、昔で言う書類審査、その書類をプププって打ち込んでペッて送るのは早くできると思うんですけど、やっぱりこのダンス動画の準備であったりとか、振り付け覚えて、長いよ振り付けも、覚えても動画も出てるよ、それね、動画も出ております。その動画の振りを覚えてさ、スタジオ撮ってお衣装を着て収録して動画をアップロードしてとか、あと宣材写真ですよね、やっぱバストアップと、全身写真とかまたねいると思うんですけど、今年用の写真をまた撮りに行ってデータもろてアップロードするとかね、やっぱ一次審査での準備物っていうのがやっぱこう回を握ってくるわけですよね。なのでとにかく早く動画を出さないとっていうところなので、もうこの締め切りをとにかくお伝えして、今回はみんなを鼓舞してもうちゃちゃっと終わりたいと思ってますので、早速行きましょう。というわけでね、もうパパッともう締め切りをねお伝えしたいと思います。こちらですね、東京ディズニーリゾートエンターテイナーオーディションでございます。よろしくお願いしますっていうところで、エントリーボタンもあります、前回同様に。でまたダンサーさんとねキャラさんのね募集というところで載せてくれております。ねオーディション情報解禁したよっていう動画出すの2回目3回目だと思うんですけど、毎回ねこの動画を出すたびにキャラクターに応募したいんですけれども、キャラクターに必要な、ダンススキルって一体何なんでしょうかとかね、なぜか私の方にね DM が来たりするんですけれども、すいません、私ディズニーダンサー受かったことございません。はい。一度もディズニーダンサー経験したことございませんので、私に聞かれましてでもですね、ちょっと詳細がわかりません。一応ユニバ10年以上前にユニバーサルスタジオのダンサーをしてたんですけれども、パフォーマーはしてたんですけれども、ゴリゴリね、関係者なわけじゃないので、私に聞いてもちょっとそれわからないかなっていうことはちょっとお答えしかねます。すごい質問とかね、いただいて DM いただけるのありがたいんですけれども、私の経歴だとね、ちょっとそれに答えれるような、
経験がないもので申し訳ない。たまに聞かれるんですよね。オーディションについての問い合わせがたまに私に来るんですよね。ユニバーサルスタジオのオーディションを受けるんですけど、これってどうしたらいいですかみたいなね。オーディションの関係者じゃございません。こういうオーディションがあるからみんな受けたらって言ってるダンス好きのままでございます。ですのでね、なんか質問がある場合はしっかり公式ホームページ、そちらの方で問い合わせてください。ディズニーリゾートエンターテイナーオーディションの公式ページに関しましては説明した概要欄の方に URL を載せておきます。そちらの方に、細かく、募集要項、募集方法、審査ステップ、いろんな細かい正しい情報っていうのはそちらの方に載っております。公式ページさんの方に。ですのでそちらの方でチェックしたり問い合わせたりはディズニーさんの方によろしくお願いいたします。私に聞かれてもちょっと困りますというところでちょっと今お伝えしておきます。嬉しいですけどね、全然に連絡しやすいキャラっていうことでそれは嬉しい。でもコメント欄とかくださいね。めっちゃ喜びます。はい、ハート押しに行きますんで、ありがとう。見ていただいて、それだけね、チャンネルを見ていただけてるっていうことなので、それはめちゃくちゃ嬉しいので、本当にありがとうございます。こんなね、まだ全然バズって1000人登録なかなかいかないチャンネル見ていただいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、締め切りですね。では行きたいと思います。ピューン！はい、締め切りなんですけれども、エントリーシートおよびダンス動画課題提出期間でございます。こちらが2023年4月3日月曜日から、2023年5月の12日金曜日13時までの提出期間となっております。ね、これも去年5月の末ぐらいが締め切りだったんですけど、早まっておりますので気をつけてくださいね。今年は5月の12日の13時、5月のもう前半にはね、締め切りが来るので、皆さん間違えないようにエントリーしてください。この一次審査が肝でございます、皆さんね。ダンス課題動画とエントリーシートを出さないといけませんので、注意事項を守って提出してください。一次審査の合否発表、これも出ておりますね。2023年6月19日の9時までに合否に関わらずご連絡差し上げますというところで恐ろしいでございます。これでね、去年の3年はね、この一次で残念ながら落ちてしまったというところでね。いやー、でもね、動画見ていただけたらわかると思います。去年の振り付けの雰囲気とちょっと今年違うから。動画見た人はわかると思うけど、ちょっと振り付けの雰囲気変わってるよ。私の好きなというか、私の得意な方のジャンルがちょこっと入れてくれてたりしてるんじゃないっていう感じだったので、そこはバチコイ踊りたいと思いますんで、ぜひね、審査員の方逃さずに見ていただきたい。で、こちらのオーディション合格しましたらですね、デビューは2024年の4月頃デビューということで、もう1年後ですね。1年後の今頃はデビューという、口頭で載っております。デビュー時期っていうのは、こう、ショーによって、絶対4月ではないみたいなことね、注意書きで書いてありますけども、楽しみでございます。というところで、他にも応募方法だったり、募集要項ですね、その年齢の18歳以上とかいろいろね、あるんでございますけれども、こちらはね、今回はちょっと割愛させていただきます。ちょっと年齢だけ見とこうか。年齢18歳以上は書いてるけど、30代も受けられる。受けられる。上の年齢書いてないよ。受けられるよ。ありがとうございます。本当に良心的。というわけでございます。で、さやね、もう今年、もちろん、受けます受けますよ。頑張りますよ。テーマパークダンスの練習もね、育児家事の合間を縫ってですね、まだダンスの練習も続けておりますので、受かったらいいなとは思っております。でもね、どうなんでしょう、実際、ママってお仕事されてるディズニーダンサーパフォーマーの方っていらっしゃるんですかね。どうなんでしょう。私はね、娘にお母さんって何の仕事って言われた時に、お母さんってディズニーダンサーなんだよって言いたい言いたい、見に来てね、言ったらめちゃくちゃ夢あるくない？いやー、娘のね、喜ぶ顔が見たい。まあ、娘だけじゃなくてもね、友達とか知り合いとか、人を笑顔にできるっていうのが、やっぱ直接、こう、見れるっていうのが、このテーマパークの素敵なところなので、やっぱ生でね、お客さんの笑顔が見れる、っていうところ、パワーを生で伝えられるっていうところが、やっぱ醍醐味だったりするので、そういうお仕事したい。ディズニーさんもさ、どうでっか？やっぱりファミリーが多いわけじゃないですか。ね、パフォーマーに、ママになっても、ディズニーダンサーとしてこんなね、パフォーマンスしてる方いらっしゃるよ、みたいな。そういうモデルとして、ロールモデルじゃないけど、一人さ、そういう個性あるダンサーがさ、入っても、ディズニーさんも良くないですか？みたいな。どうですか？どうですか？なんていい会社みたいな風にならないですかね。
いろんなね、心配や問題はあるんだと思う。じゃあ子供どうするのとか、幼稚園の送迎どうするのとか、子供が体調崩したらどうするのとかね、いろいろね、心配はあるんですよ。あるんですけれども、なんか私も旦那もね、結構ね、やってみてから、それは、そういうのは、やりたいことをやってみてから、そういう心配は後から考えたらいいみたいなタイプなんですよね。私も旦那も。まあ、特に旦那。そうなんですよ。私は結構子供の心配とか、ビビリなんで、これが心配、あれが心配だからできないわって言うんですけど、結構ね、主人に相談すると、いや、やったらいいやみたいな、好きなことやったらいいやんって言われちゃうんですよね。だから、じゃあ子供どうすんのって思うんですけど、それはね、まあ、受かってから考えたらいいんじゃないっていう家庭なので、家庭で、まあ、家族なのでね、一応家族に相談して受けてるわけでございます。っていうところで、シャーネームね、みんなにこの情報を早く取ってほしいし、やっぱりこの情報をいかに早く受け取るかっていうのが、やっぱ、一個チャンスが生まれるわけじゃないですか。これがさ、なんかこう気づいた時にはさ、オーディション終わってたみたいな。もうやってたオーディションみたいな。募集までにダンス動画撮る時間ないわ。もう間に合えへんわ。みたいなことになったら、もうそれだけで一個チャンス逃すわけじゃないですか。っていうのはめちゃくちゃもったいないので、もう本当にこの情報っていうのはもう、私はなんか地方にやっぱりね、いたので、特に、不平等だなって思ってたというか、全国オーディションとかだったら、平等的にオーディションしてくれてるんだなって思ってたけど、東京の子にしか声がかからないオーディションとか、こう、内部オーディションみたいなものっていうのは、じゃあもう岸和田おったら受けられへんや、みたいな。なんかそれって不公平って、なんか、もっと知らせてくれたら、いいのになって、私は若い時に、思ってたので、やっぱそのオープンにしてくれてるオーディションっていうものにすごいありがたいなっていう、地方の子でも受けれるオーディションっていうものにすごい感謝を持って、オーディションを受けてた、子供だったので、なので、やっぱり私もなるべく自分が知った情報はクローズにせずにというか、やってるよって、みんなもオーディション受け合って、こう、ね、みんなが一目スクロールした時に、ね、ダンサーとかが出てきてさ、あ、オーディション間に合ったとか、このチャンネル見て、オーディションに、間に合いましたとか、実際受かりましたとかさ、締め切り間に合いましたとかさ、それでもしかしたら次の仕事につながったりするかもしれないじゃないですか、この一回の情報タップが。っていうところで、私はなるべくこう、を、まあ、先方さんとか企業さんがね、オーディション情報内緒にしてよとか言われたらもう、できないですけど、なるべく自分ができる限りのシェアはね、こう、こんなことやってるよっていうのは伝えてあげたいし、みんなにも、地方の子にも、チャンスをというか、こう、情報を掴んでほしい。やっぱ情報の速度が、やっぱりね、都会と田舎で違ったりすると思うから、とにかく早く、みんなには掴んでほしいし、それをチャンスにつなげてほしいしっていうところで、私はこうなるべくオーディション情報とかもこう出すんですね。ね、まあこれがいずれかね、ディズニーさんの目に留まって、ちょっともうさやねオーディション情報を YouTube で出さないでいただけるってお叱りをね、もう受けてしまったら、それはそこで、残念ながら、さやねのオーディション情報をストップするかもしれないですけど、まだね、叱られてないんで、まだ、お前ええ加減なこと YouTube で情報流すなよ、みたいな。叱られてないんで、まあまだ大丈夫かな、みたいな。やりますだってさ、ダンサーの皆さんがさ、いろんな楽しい経験とか、貴重な経験をやっぱしていってほしいし、それがやっぱ都会の子だけじゃなくて、なんか日本全国、世界どこにいても、チャンスをつかめるように、いち早く情報をつかめるように、それはなんか少しでも貢献できたらなって思うので、それは自分が若い時に、子供の時に知らなかった情報。ね、子供の時にアニーのオーディションとかアニーの舞台とか出たかったけど、やっぱそんなさ、4、5歳の時に親もそんな情報知らんというかさ、どうやったらそういうミュージカルの子役になれるのかとかもさ、みんな、その親自体が情報も知らんというかさ、そんな中でさ、気づいたらもう小学生、高学年とかになってて、小学校高学年の時に、アニーの舞台出たかったとか言ってもさ、もうさ、挑戦してる子は小4、小3、小4とか、もう幼稚園児の時に挑戦できてるわけで、やっぱ情報一個知らないだけで、そうやってずるずる、受けれたはずのチャンスとかがどんどん過ぎ去っていってしまうっていうのはもったいないなと思うので、なるべく3年は発信していきたいなと思っております。というわけで、ディズニーオーディションを受ける方は一緒に頑張りましょう。
緊張しますね。また結果発表の動画も出すと思いますので、ドキドキしながら、その日を待ちましょうというところで、とにかくね、課題のダンス動画を覚えます。4月にオーディションがもう始まってる、エントリーが始まってるというところで、子供たちがね、新学期なので、小学校とかね、幼稚園の、こう、新しいものの準備だったり、書類だったり、なんか揃えなきゃいけないものだったり、そういうのをね、しなきゃいけないんですけど、まあ、なんとかね、その合間を縫って、提出しようかなと思ってますので、皆さん、本当に一緒に頑張りましょうというところで、私も頑張るよとか、テーマパークダンサー大好きだよとか、ディズニー大好きだよっていう方はね、ぜひね、コメント欄でお寄せいただけると嬉しいです。私、ダンサーさん大好きなので、応援しながら、自分も成長しながら頑張っていけたらなと思います。それでは、皆さん、受ける方は頑張ってください。さよならでした。ほなな。